あーこの野郎、この野郎、わこつ、おっ、マイパンダさん、赤伏せさんいらっしゃい。ちょっと待ってね、くしゃみが出そうで出なかったのと、うわすげえ前だな。電池が切れている？逆。ワコツ&湯上がりピー。ピーはもう鳴っちゃったっていうか、もう一回鳴らそうかじゃ。はい。短いバージョンだね、これね。なんか、ビジュアルメモリーによって違うよね、これ。白いやつ。くっそ長い。白いやつくっそ長いけど、スケルトンのやつめちゃ短い。はい、なんだこの短さ。てか、長すぎだよ。普通のやつ長すぎだよ。そんなわけで、緑さん、ケロさんいらっしゃい、ココメさんもいらっしゃい。な !FMW は絶対にするな。やべ、これコントローラーのケーブルをはめ込むところが弱い。非常に弱い。じゃあ、よし。最初はちょっと変わり種からいこう。不思議種みたいだな。よし。イエス。動くかな？ミル CD 対応のトイガスがどっか行っちゃってさ、やりたいゲームができなかった。海外のやつ。しぶとく出てる横進。買ったけど起動してないや。やりたくて買ったわけじゃないからでしょ、それは。買いたくて買ったからでしょ。俺もあんまりやってないんだよな、あれ。ソフトバンク来た。昔はソフトバンクは結構、ね、洋芸を持ってきてくれるメーカーとしてありがたかったけど、おー、でかい。音でかい。しか思い浮かびません。じゃあ今日それを覆していこう。シェンムー2。シェンムー？シェンムー入ってねえじゃんか、それ。ムービー見ちゃうじゃん、シェンムー。いや、シェンムーね、ちょっと今日始めるわ。シェンムーを始めます。シェンムー1クリアまで。わからんけど。そこまでやるかわからんけど。イエス、なんだえ、シェンムー、え、あ、びっくりした。ファンタジーの世界かと思った。なんだこれ、かゆい。妙なゲーム多かった。妙なゲーム、どうだろう、本数は少ないはずなんだけどね。オラタン。1、2が出てからですね。1、2、3セットみたいな感じなのかな。全部セットになって。無理だね。セロがでかっ、セロが、が？ドリームキャストってなんかポイントカードが入っててさ。あのポイントで結構溜まったんだよね、俺。スト3ダブルインパクトで買ったわ、本体。あ、そういうことか。ゼロガンナーで買ったってことか。ゼロガンナーは、ゼロガンナー2ってこと、1はないよね。うわ、見ました。ゲゼブさんいらっしゃい。11個目さん、12個目さんもいらっしゃい。15個目さんもいらっしゃい。コテハンつけてもいいよ。例えば、一応タイムシフト残してるんだけど、そんな広かった。あのね、多分ね、コメント見るとね、コメント見るとすっげえ褒めてるけど、よくわかんない。あの、検閲みたいなのかかってるかもしれないね。なんか、ちょっとあまりにもひどい、あんなにひどいのになんか意外と評判良かった。もう物を見る目っていうのがどんどん減っ、なんか低くなってるよね、みんな多分ね。とりあえず叩くものと叩かれない。わ、なんか質が低い、質が悪いとか作品がつまらないとかいうことよりも、なんか別のことの良し悪しになってきてんじゃない？評価が。あ、これ後で見よう。ちゃんと見よう、これは。ここで見ちゃうと。いや、見ちゃうか。ズサーバサー。なんか、動物レースだよね。機械の動物レース。はい、18個目さん、イエイさん、いらっしゃい。知らねえ、18個目さんは知りません。個室いい？はい、ウィングさんいらっしゃい。自分が嫌よかどうかはちゃんと見てからコメントしましょう。明るいな。入り混じりさんって生きてんのかな、まだ。僕だよ。うん。 NG に入れようか。なんつってるの、人混じりって言ってんの。ごめん。おう。早いな。これは、チンさんいらっしゃい。ゾルゲも使いようってことだな。
まあ、時期も良かったしな。おいよ、あ、終わった。すげーとかで終わった。時期がね、神がかってたね。エルドラド UFT 面白かったな。これしかないの、この GD。 なんかすごいしょぼいな。これはドリマガだね。ドリマガ用のやつ。いや、よ、ドリマガのおまけ。まあ、おまけだからしょうがない。エアロダンシング。うん。エアロダンシング。はい。撤退宣言直後だったもんね。すごかったよね。意図せず、もう、なんか、テレビで取り上げられちゃってさ。なんか、セガね、ダメになったセガを、アドルの踊るの踊るの。エアロダンシングは何だろうね。サーカスチャーリー、違うな。新聞にも載ったね。新聞どころかね、あの、ニュースで取り上げられたね。こう、ダメになったセガをなんか、立て直すゲームというのが出るって言ってさ。ジャストタイミングだったかね。またかよ。え？あ、びっくりした。うさ耳かと思っちゃった。うわははは、これ見れんじゃね？めんどくせえ、あのシーンが見れんじゃね？これ買ったけど、一回やっただけだな。だってゲーセン版と違うんだもん。これはドリマガ CD？ うん。そう。ドリマガ GD ね。いや、麻雀。あ、やってるね。実写でやってくれんならいいけどな。ホットギミックで X 指定なら絶対買った。てかプレステ2にも出たけどね。いや、でも GD ってなんか使ってるよね。なんかドリキャス以外にも。ケンムーさん作れば立て直すんじゃね。いやいや、無理。え、ウィングさん、それ本当に本気で言ってるんだったら、まあちょっと大変なことだよ。大変な、何も分かってない。いや、何も分かってないことになるよ、それ。だったら、シェンムー1、2はどんだけ売れたって話だよ。1、2、3のセットっていうのは、まあ、容量的には難しいのかな。でも、まあ、2層とかにすればいけんのかな。ブルーレイ2層。ああ、違う。ブルーレイってもっと何層とかいけんのっけ。今作れるメンツ、いや、作れるでしょ、多分。シェンムーさん作ったら二度と表舞台に戻れない。シェンムー持ってるけど、やったことない。なんだよ。ああ、ただ欲しいだけだからな。そういうお年頃だよな。うわ、え、ゲームを今の標準グラに合わせれば爆発的。あ、ゲーセンか。なんかこんなん出たっけと思ったら、今の標準グラに合わせれば爆発的できると。いやー、だってそれがグランドセフトオート5でしょ。だけど1980年代の日本をテーマに。いや、売れるか。グランドセフトオートの日本版だったら売れるかもね。新品だから開封できないんだよ。うん、開けろよ。じゃあ一生やらないつもりか。それなら知ってるけど、シャンムーは知らない。でもシャンムーはあの後シャンムー路線に行っちゃうんだぜ。なんなんだろうね。でもあのセガサタン版からそういう流れになってるっぽいからさ、やっぱりああいう感じなんだろうね。なんかちょっと今のセガが今の標準グラのゲームは無理でしょ。ソースは龍が低い。シャンムーは持ってないな。ああ、てかね、日本のメーカーって正直言ってね、どこも成し得てないよね。GTA をすごいグラフィックで作るっていう。シャンムー。シュンムー。なんかすごい。そもそもシェンムーって言葉がもうなんか、どうかなって。タイトルがちょっとやっぱ良くなかったのかなって思うね。もうちょっとなんかあったんじゃねって。なんかわけわかんない漢字とかも書くじゃない？やっぱタイトル大事よ。バカを騙すにはちょっと難しいタイトルだったよね。シェンムーは。あとやっぱドリキャスというハードで出したっていうのがまあ難しかったよな。シェンムーわかんないよ。なんかちょっと柔らかくてふわっとした口触りのいい、なんかスイーツみたいな。え？ジェットセットラジオ。そう。面白いかな。どういう？あのスーファミ版の元祖クニオくんか。あれをシェンムーみたいな感じで。箱版シェンムー日本でも出せばよかったのに。な、あれは多分海外しか売れねえと思って踏んだんだろうね。あ、体験版入ってんじゃん。あ、体験版入ってんじゃん。ドリームアイってこれ見れないよね。ドリームアイってすげえな。え？発売日。一番新しいやつから見るかじゃん。あ、じゃあ、なんなっちゃった。箱
友人がこの前エサを解約してました。解約しなきゃダメなのあれって。ニオは面白かったね。わら、おばちゃんが乱入してくるやつ。ババアが気持ち悪いんだよ。売れる売れないの判断だな。いやでももう選択肢はなかったでしょ。あの頃ドリキャスで出さなかったらどうしようもないじゃん。ずさばさあったか。まあでも動く映像が一切入ってないっぽいから。いらないです、これは。ネットで探した方が早い。じゃあ行くか。どうしよっか。最初ずっとこんなん行く。海外入れなくていいんだったらそっちかな。そこら辺かな。ドリキャスで一番売れたのって何なの？ソウルキャリバーだっけ？なんかトップ10がす、あるよね。どっかで。ビジュアルメモリーデータ集があるよ、これ。やめとこう。そうなの？ドリームで終わっちまったよね。それ、ぐるぐる温泉じゃないのか。うわ、売れないだろ、別に。俺は、ファンタシースターっていうか、ドリキャスが1万円に値引きされた時にゲーム屋の店員をやってたんだけど、まあ、その時だけじゃないけどさ、すごかったな、あの時は。無料で配ってたからさ、D2かと思ってたわ。いつ ?D2? 売れなかったんじゃないと。ちょ、待って。うちのドリキャス3台、2台生きてる。シーマンとカソニック。シーマン、あ、シーマン。シーマンはね、あれが一般的に売れたと言えばシーマンかもしれないね。あと、ファンタシースターかな。99年。デッドアライブ2売れてると思う。売れてるよ。まあ、嘘だろ、それ。本当か。あれに入ってんの？俺友達にネットで教え、送ってもらったわ。クレイジータクシー、クレイジーイワンかと思ってた。俺はね、友達が全部出したから、それをネットを返して送ってもらった。昔に、2000年ぐらいかな。ドリキャスは友達のデカイくん。鹿児島人だろ、お前。うわ、びっくりした。鹿児島の人だろ。カノンってのは感動すると聞いてやってみて、こんなんで感動するのか、生きている世界が違う。もうそうだね。正直言って、そんなに褒め、そんなに褒められるんだったら、芥川賞とか取れんじゃねって思うけど、まあ取れない。わざわざゲーセンまで正解。いやー、そうなんだ。そうなんだ。いや、俺友達からもらっちゃったもん、普通に。モンゴル人か何か？抜けるエロゲー、笑い。手毛でかい。すげーを手毛って言うんだよ、確かに。スペックフル活用しちゃった？東京バス案内の地方版も出してた。ああ。そう。ねえ。そんなサービスしてたんか、カプコン。いや、もうだって出せなすぎて。困ったね。やっとじゃなかが。てか俺、鹿児島に1年半ぐらいいたけどさ。最近釣りゲームにないな。東京バス案内面白かったね。面白いんだけど難しいな、あれ。トイレンジャー。違う。スマホだとあるのかしら。スマホだとあるのかしら。ああ、どうなんだろう。昔あったな、スマホな。サンマが CM してんじゃん、今。トイレンジャー好き。トイレンジャーって聞くとトイレみたいな感じなんだよ。このボート、満水？喫水？波したら、ああ、シャコタンってこと？へぇ。鹿児島で一番印象に残った方言は、だからよーだ。くっそつまんねえ。サタン版のド、初代デートナー以外は大体つまらない。ああ、それか、HD 化されたドリキャスじゃねえよ、ごめん。360とかプレステ3で出たダウンロード版のデイトナが出来がいい。ただあれ画面がワイドだからちょっと違う。やぜか。あ、ごめん、俺そんなにわからない。そんなわかんない。だからよって女の人が言うのをよく覚えてる。これハンドル効かねえんだよな。全然切っても切っても。ハンドルが回んない。風のリグレットをビレイグラで移植してくれて感動した。それさ、ドリキャス版のこと？もともと画像ねえけど。今までのゲームの定義を塗り替える。あ、これ今日やろうと思ったけどやめたやつだ。ウェブミステリー。実写ゲー。ドリキャスも若干実写の波来てんだよね、時期的にも。若干ね。謎の予知映像。主人公は。テレビ朝日と組んでやってることが。あ、今日やるわ、それ。ヨガは爪が甘い。S はおもろかった。S は作りが良かったね。
チェーンアクションストーリー。実写ゲーだと S がいいね。うん。エネミーゼロリメイクしてほしい。S、なんちゃらの鳥かごだっけ。グラウエンの鳥かご。グラウエンの鳥かごじゃねえ、ウーロンだ。鳥かごじゃねえ。できないわら。和骨です。その目的は、ここの放送でセガディスなんてか、いや、あんなことないだろ、別に。セガの悪いとこもみんな知ってるからこそセガ好きなんで。だいたいそういう、出来の悪い子ほど可愛いみたいな、あれだから。マリオさんいらっしゃい。リュウヒョウさんもいらっしゃい。森田。森田これ飛ばせないんだよね、これ。あ、ちょっと来る。名越嫌い、名越嫌い多いっていうか、名越好きな人なんてなかなかいないだろう。名越が何を成し得てきたか知らないやつの方が多いだろうし。セガは、セガは概念だから、そして宗教だから。正直、将棋系とかプレイ画面見せると、確かに。奥様に謝る。何の話だ。うん。ねえ、もうモンキーボールをなんか、とりあえず出して、俺こういう一面もあるんだよ、みたいなさ、ちょっとなんか、おっさんが見せる子供、なんか少年っぽい笑顔みたいなところ、あざといよね。もういいから他のやつに任せろよって感じ。対局の再開。セガの良いところさん増える。モンキーボール推しが訴えよね。セガのいいところってさ、言うと大体あれでしょ。長所であり短所であるみたいな感じになっちゃうやつですよ。森田が多い。森田が多い。カードが黒い。でもそこが好き。いつも負ける。なんかいいね。チンピラみたいだね。覚えてろよって言いながら。いやー、セガのいいところか。セガの良いところ森田。職人気質とかそういうの。万人の森田推し。マイナー路線、売れない。売れないのいいところなんだな。そうね、てか職人気質で商売ベタで、どことなくこう憎めないみたいな。憎めないってことはないな。ほっとけないみたいな。ペンペントライアスロンって知ってる人いる？違います、タイトルが。タイトルが違います。タイトル大間違いです。もうちょっともう一回調べて出直してきて。タイミングが悪い。さっきからいいところに聞こえてこないんだが。そうだろ。ロゴ BGM 無能、はい、アイス、はい、そこがし、おう、ゼロス、すべてのムービーってなんだろうか。ちょっと待ってね。これどうやってタブ変えんのこれ。でも体感ゲー作ってる頃は好きだったよ。まあゲーセンが一番活気ある時代は良かったよね。セガはその方向に需要があるのかっていう方向に突っ走ってるのを見ると安心する。うん。三河線の CM が全てを物語って。レトロンさん、カサオさん、ニジルさんいらっしゃい。三河線の CM が全て物語っている。ゲイングランド、ゲイングランド。アーケード頑張ってほしい。てかもうゲーセン時代がちょっと今暗い方すごかった。ゲーセンがちょっともうさ、こんにちは。やっぱゲームセンターって映画館みたいな流れでちょっとダメになってきてるよね。レインボーみたいな。じゃあ151個目さえ出して。てか色褪せてんな。いいね。ゲーセンなんてなくてもいいよ。うん、もう今の時代困んないんだ。ただやっぱガンダムやってる人とか UFO キャッチャーやってる人とか。プレステ版買ってなんか違うなと思いながらプレイして。ほう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 。プレステ版か。プレステ版違うよ。ビデオゲーム手軽だけど。そう。いやでもそれぐらいしか客が入らないからでしょ。ゲーセンが今、ジジババの溜まり場になってるからな、うん。早いよな、ちょっとな。俺たちの世代がなるならわかるけどさ。ああ。キャミーコンパチよりミカとカリンが望まれてたのにな。あと沢田。ほんとだよね。沢田だけ実写で出てくれば面白かったのにな。急に実写って。ボーリング場の脇にメダルゲーム、そうそうそう。存在感。その前はカプコンと SNK が格ゲーまみれにして。そうね。他のゲームがどんどん減ってさ、シューティングもう死んだんじゃねえかって言ったら弾幕ゲーが出てきて。うわ、すげえ若い。金本若い。黒くない、なんか。声普通なんじゃ、まだ。よくできてる。ガンダムコーナー行けば血気盛んな若者見れるね。若者じゃないかもしれない人もいるけど。
いやーなんかいっぱい実写が入ってる。このゲームはインタビューが一番いいんだけど、そう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 、つかさ、あれ以外はちょっとあんまきつい。できないよね。しかもさ、ジジババ、うん、え、できないできない。あ、そうなの？わこつ、ケンスケワラ、うん、タカさんいらっしゃい。アキラのインタビューが寒いんだよな。嘘、トカゲのアキラ？トカゲのっていう名字みたいな。この間久々に行ったんだよ、メダルゲーしたくなって。うんうんうん、秋葉原電脳気なんか見れるかな、アニメ見れるかな、見れなそう。トカゲのおっさん、トカゲのおっさん、うん、トカゲついてた頃、トカゲついてた頃じゃないのかな。俺あれすげえ気になってたんだよね。あ、案外すぐ取れるんだよあれが。あのトカゲが取れないようにしとけよ、ほんとに気使えよな。タイムクライシス、あーいいね。ガン、そうね、ゲーセンでしかできないゲー、体感ゲームをもっと置いてほしいし、古い体感ゲームを集めてほしい。マジで？ほんと？メダル入れてそのメダルでメダル押して落とすゲームってあるじゃない？ある、メダル落としゲームね。俺あれ iPhone でやったやけど、すげえハマっちゃってさ。ちょっと待ってね。ムタの化粧の、あははは。ゲーセン見ることすらなくなった。うん、ああ、そうか。もうな、なくなっていくんだな。メダルプレッシャーっつな、あれ。コインプレッシャー。俺、あれ好きすぎて iPhone 版でハマってすげえハマ、ダメだこれ、実写見せる。ゲーセンの海賊？ソフトラインナップに時代を感じる。リング下でグラ、アラビアノリ。嘘。あれ6個台があるのに、3人で独占。アラビックヤマド。ヘッドマウントディスプレイのデラックス筐体。それはゲーセンでいいね。アキラさんいらっしゃい。アキラさん来た。トカゲのアキラさんが。ヘッドマウントディスプレイの HOD。あれ6個、6個台上がるのに3人で独占してるの。なるほどね。部屋をゲーセンにした動画すごかったね。うん。トカゲ。トカゲをほっぺたにつけてるレスラーでアキラって人がいたの。昔。ひどいな。あ、ほんとだ。全然見てなかったよ、もうお前。なんか今、アニメなのかなと思って見てたわ。これ映画版か。あ、ドリキャス版は映画版なんだ。わらわら可愛らしい。わら。ちょっと待って。全員も、ジジババはそんなことしない感じでいるから、うん、俺の方をじろってみる。ああ、なるほど。ああ。メダルゲームではよくあることやで。でも、中学生ぐらいが体当たりするのはよくあったけど、ジジババもやるのか。まあ、そう、ダメなやつがゲーセンに集まってくるってことでしょ。言ったら。見た目は普通のババア、ジジイババアでも、うわ、すげえ、あんな勢いで下って大丈夫なの。今まで表現できなかったステージを実現。美しい風景と秒間60フレームならではのスピード感がプレイヤーを魅了。これなんかゲームキューブのやつ面白かったな。1080。見た目はジジイ、中身は子供。足が死ぬってすごいから流れてきたんだろうね。あ、そうなの？ってあんま珍しいかしないよな。頭70枚くらい落としたら親戚のが近所に持って行かれたあの日。社長さんの声がヤワギっぽいわら。ヤワギ、ヤハギ、ヤハギか。誰かと思った。へぇー。クールボーダーズはちょっとな。ぐるぐる温泉一作目か。ドリキャスと PS2 を比べるのはおかしいと思う。誰が言ってんの？それ誰が言って、お前がふっかけてんじゃねえかよ。誰も言って、誰か言ってんの？プレステ2。7000枚出して、近くにいた幼女にあげたあの時、笑。すごいな。7000枚もあったらそりゃ配る。天空2は面白かったな。天空2面白かったね。ってか、天空2はドリキャスじゃないし。ゲーセンのパチやラスロの方が安上がりに遊べるから。ああ、なるほどね。てか、時間を潰したいっていう人たちなんだね。パチンコ屋にいる人すらも。で、それより、まあなんかそこそこ楽しくて、安上がりなのがゲーセンなのかな。その気もないのに。もう60フレームのことばっか言ってんの、これ。結構困る。わかる。すげえわかる。なんか、時間つぶしで、時間調整のために寄ったゲーセンで、なんか、もう捨てゲーするしかなかったりとかね。ソウルキャリバー40点、うん、ジョジョアスブも40点。それはおかしいな。俺ゲーセンでお金落ちてないかずっと探してた。それは俺が幼稚園児ぐらいの時だな。
ゲームいつも最後飽きて全部かけてなくなって帰る。わかるわかる。でも増えたりすることもある。エッグ来た。当たった時のあの絶望。うん。18歳未満が入れるゲーセンにスロット機があるのはまずいと思うの。うん。あ、はいはい。だからかもね。動画なるほどね。そういうことか。メダル投げて回ればいいねやで。白目。わらわら。今でもゲーセンのメダルって何かの景品に変えられるんだって。で、変えられたらいいのにね。わら。うまい棒のゴミの。預ければいいけどさ。なんか初めて行った場所で時間だけ潰してる時に当たったらとんでもないことになるでしょ。どうすりゃいいのそれ。誰かにあげればいいの。でもなんか昔なんか売買してたな。これ人、これ一杯500円でどうとか言われてさ、買ったりとか、普通に買うより全然安かったりとかね。そもそもゲーセンにスロットとかパチンコとか入り始めた時は岩マックマックスだった。景品に変えられた。岩間 KK マックスって何？証明書もダメらしい。だからメダルがゲーセンで、ね、1プレイとかに使えるとかだったらいいけど、そういうわけ、そういうゲーセンもあるけどね。あんまねえんだよ。多分儲けがないんだよね、あんまね。KK って何？岩間 KK マックス。食事は？え？何これ？違和感です。打ち間違い。え？違和感？ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。違和感？どうなってんのこれ？違和感マックスだって。あ、そうそうそう。昨日のさ、あれを見たんだよ。だな。実写版パトレーバーの続きをタイムシフトで見たのよ。そしたらさ、終わりだった。俺が見てたのはエンディング、スタッフロールだった。そう、岩間 KK ってなんか俺場所の名前とかなのかと思った。見たよ、最後。最後、結局でも本、くそつまんねえから放送したのよ。本当はもう今日ちょっとパトレーバー見て寝るわって言ってたんだけど、あまりにもひどすぎて。ダイナマイトでかみつまんなくはないけど課題評価されてる気がする。いやーどうなの、うん、あのね、ダイナマイトでか1が最高で、その評価を聞いた人があんまり2を知らずに褒めてるだけだと思うんだよね。何にも楽しくない。あんなもん1と似ても似つかも嘘。どこが楽しいのか分かんない。ゾンビリベンジの方がやっぱ、なんだ、よっぽよ、オッケーって言われた。岩間株式会社KKマルシーじゃないの。ダブルス一作目からあったの。ゾンビリベンジもいいけどさ。でもさ、ダイナマイトデカは2って何が楽しいの？1と比べて何が楽しいの？めちゃめちゃな出来の悪さじゃん、あれ。ネット評判いいからに買っちまった。そうだろ、そういう被害者が続出してんだって。で、なんか褒めときゃいい、このタイトル褒めておけば2ブレるみたいなとこに入ってると思うんだよね。だって1と全く違うじゃん。1のいいとこと全く違うのに、なんか困る。 F0 が大好きだからマリオカート買ったら、なんだこれみたいな、超クソゲーじゃんみたいな、そういうことだよ。多分2は2で面白いんだろうけど、俺が求めてんのこうじゃないんだよっていう、そういうことだと思う。とりあえず次枠です。ああ、いや、次タイム押した。ふん、イエス。ああ、全然じゃん。和骨？はい。桃田さん、二個目さん。いや、あれ、今のは前に出るべきだったな。和骨。うわ、実写かと思った。ウィングさんいらっしゃる。正直言って、あれは、ゲーセンでやった時からもうショックっていうか、カレー飯、がっかりしかなかったわ。ダイナマイトデカ2。引き続きやってまいりました。いらっしゃい。イエス。うちはベルスク2は 3D アクションで別物だよね。うん、そうだよね。まだ語るのかわら語る。あ、いや、ダイナマイトデカ1の良かったところを完全になくしたのがダイナマイトデカ2。ダイナマイトデカにはデスクリと同じ失敗してる感じもする。わかる。しかも1はなんか、なんだろうね、なんだろう、うん、1は妖芸なんだよね、あれね。
1は洋芸で、2はなんか若干日本のメーカー、日本で作った感じがしちゃう。なんかそこもまず違うし。やべ。ワコス、レイバー犯罪と聞いて。おいーや。レイバー犯罪。うん、いいんだよね。でかいクスプレーしたかったのにゲーセン潰れてもた。マジかよ。でかい X って移植されてないんだよね。ドリキャス版より後だったのかな。うん。うん。あれは可愛くないんだって。あれは可愛くないギャグなんだってば。嘘でしょ。それにもマジで。マジで言ってんのそれ。ゲーセン潰れたら機械ってどうするの。ああ、いや、なんかヤフオクに回ったり、なんかいろいろで、いろいろで。デートなうさにも移植されてないよね。うん、そう。可愛いけどな。ブス、そんな可愛くなくないよね。でもあれは可愛くないっていうギャグなんだから、そういうのちゃんと理解してあげないと可哀想だよ。えい。あれはブス、はい、大統領の娘がブスというネタなの。海外に渡ったりもしてるよね。うん、そうそうそう。いや、あれでもリースでしょ。まあ、それ、読解力の問題だと思う。ネタか、おこく。オッケーオッケー。ネタ、だってそういうネタでしょ、あれ。なんか、そこがあまりね、映像でね、やっぱ表現しきれないんだよね。だから、トンマルキみたいなキャラクターにするとやりすぎるし、差別的になりすぎるから、なんかちょっとなんか怖がってる顔がブサイクみたいな感じなんじゃないあれ。あ、いや、めちゃめちゃプレイ中だけどね。卓球に比べたらだいぶ楽だわね、これ。卓球ですら喋りながらできる。ダイナマイト湯川。専務？専務。バイオハザードで大統領の娘のくせに可愛くモデリングしてわかってないと思ったわ。足振りいいか。あれはちょっと、なあの頃のカプコンはちょっとモデリングがおかしかったんだよ。デメントとかさ、あれモデリング作ってるメーカー違うのかな。ちょっとね、おかしなとこ入ってたんだよね。神がかりな、なんかモデリングをしてた。それに引き換え、バイオハザード5のジル。シルに点々。ワコアガシ。アガシ、アガシ、アガシ。PS2 版で大統領の娘顔はそのままでモデリング綺麗になってて笑ったわ。あれでも面白い。あれちゃんとドリキャス版じゃねえ。セガサタン版の完全移植だから、いいんです、あれは。ジル。ジル、そう、ジル。バイオ4先にやってるから大統領の娘は可愛いものと思ってた。いや。まあ、あれは、あ、なあ、ダメだ。面白い。ダイナマイトデカのお宝探しってある。カオスレディオンが塩様で有名になっちゃったけど遊ぶと案外遊べる。うん。いいけど。ダイヤーン !24 の話 ?24!24!24!24!24!24! どれが？とか、これ、ターハーイターハーイもう探したよ。ユカセももうずいぶん前に探してる。オツバがモデルだろ？オトハ？あー、言われてみれば。そういうこと？ちょっとでもアメリカ人っぽい。団子っぱな、違う、だからジル、バイオ5のジルは何だったんだよとか、なんだよこれ。なんだよこれ。あ、俺奥の奥で、俺奥で帽子かぶってるやつ。デイ！バカめ。なんでそんな打ち方してる？プロじゃない。お前は絶対プロじゃない。卓球しかわかんないからよくわかんないんだけどさ、テニスってたまになんでそんな駆け引きなのっていう時ない？ちょっとゲバラっぽいね。外人受け狙ったんじゃないの？ん？外人受け多分そうでしょ。チェッ、うわ見えない。線に乗るとわかんねえんだけど球が。うん、いやだだだ、あー、いいん。確かにこのジルはみんなにしか見えなかったわ。わら、いい感じ。あ、アングル変えられたよ。アングル変えられた。いやー、面白い。本当面白いね、これ。さあ。顔はいいけど、ブロンドにしたのはちょっとな。誰？アシュリー？動きとか、あー、ジル？肩とかまんまにいながら、ね。ジル、バイオ5のジルは映画に合わせて白人っぽか、そうなの？なんかすごい変じゃなかった顔が。映画版は役者変わったんだっけ。貧乏ソフトだっけ。
映画版は役者変わったん、嘘。映画版の主役は誰なの？バイオで言うとこの。ゲームで言うジルとこよの。りクリスゴリラ化の原因が知りたい。ジルル、ああ、あのね、あの時のカプコンのモデリングを担当してる人がひどかったのよ。完目璧とでし鼻ょ、の、ロックスタードリームみたなんいかなね、もの顔で、のパーツのバランスをすごい全然真ん開中に発が進む。詰めちゃう人がいて、その人のせいで、映画版のゾリンミビのターゲームはあるじゃん、ブカプコンの。あれとかもダメになったね。あれとかもひどい。役なんだこれ。者が顔変えるよ、わら。ミサワみたいな。ミサマ見て、そうそう。なんか目と鼻と口となんかね、バランスがめっちゃ悪いんだよね。ちょっと探してあげようか。探してあげようか。どっかにあるんだよ、その画像の比較が。貧乏ソフト製なら箱1買っちゃうかも。どうなの？誰が言ってんの？そのこと。ジェットコースタードリームみたいな。あ、全然あ、関係見ないよ、そて。れ。海外のゲームでリしょ、メイそクバイオ1のジル好きだったな。れ。ほう。このゲームは神ゲーじゃねえか。曲が劇使え場たでらもっ最と良かっ初たんのだけ人どか知な。らんけど、なんか記憶喪失の美女がケルベロスと殴り合う映画になってたな。いや、は貧乏ソフトじゃないっじす。ゃない、海前外田だよね。敦子もその確カプか。あ、コン海の外歌と、にモ海デ外リンだグと。されちゃったの？適当、この映像、なんだか、おう、ぽいって思ってしまってる俺はもうダメかもしれん。劇場版なでのるほど実写ムービーの方が似てる。ギガゾンビね。デやスる？コ、実写、人あ、形じ実ゃね写えムのービーか？ね。正座してんの？これ。あぐらかいてんの？これ。え、どうなってんの？ ドラえもんの足がおかしかったよ。正月かい。喋れや。たまに喋んだっけ、これ。バイオ映画は 作火品よ炙り。りも音楽のが有名だと思うあ、よ。そうなんだ。わらわら。あ、喋った、ほら。たまに喋る。右下でドラえもんがめっちゃ連打しゾてるンけテど。スといえばドラえもんだ。ドラえもんって少し浮いてるんだよね。そうそうそう。初めてこののび番太と組会った後日ってのこれ？う PV 映画に成り下がってるね。ん。毒を吐くドラえちょっともん。待ってね。ちょっと画面が明るすぎる気する。治った。素晴らし浮いてる割にはよく転ぶよね。い。嘘。この絵柄ももう懐かしいと感じてしまうよ う確になってかしに。まった。所長さんこんにちは。はい、神レンわレンら。さんいらっしゃい。このセワシってすごい先の未来の人だよね。のび太くんの孫のこの孫。車は性能が30センチ浮いてるんだっけ？ 30センチ浮いてたらすごい。F0 ぐらいじゃねえか、それ。浮きすぎ。ヒーヒージーさんじゃないっけ？な、孫の孫だっつう今度のクグ映画ドラ、なんか臭そうな匂いがプンプンするんだよな。の。ああ、まあ、あれ時代は、でもあんいいな服よ。着ないと思う。あれは見たいやつが見りゃいいだけでしょ。だって、なんか、いいとこ取りの合体作なんでしょ、あれ。結婚ウキ前ウ夜キとウ何かキウ混ぜちゃいキ。ましたみたいな。急気持ち。孫の孫って子供の子供の子供？ 30 センチは僕らです。子供の子供の子供の子供じゃね？あれ？矛盾してるよね、よくドラえ武もん空術なら30変センえチっらてなんれだっていうけど自分も変えあんてまるウよケねえね。な。なんで照れてんだよ。あれはドラえもんに新機能追加されてる。そうなの？猫を呼び寄せる鈴とかそういうんじゃなくて。やたら泣けるって押されてて分かってないなあ感はあった。うん。あと今更嘘エイトをやられてもとか、嘘ドラええもんいが美女のキャと。ラを探ると電撃流れるらしい見よ。たドの？ラ、サンディードラ、かわいい、クリスチーネさん、クリス映画チーネ版は祝祭結構のでか文化い祭有に名出漫画席家にしなるんじゃてないの？きたドラえもんだ高橋留よ。美子みたいこなん感なじにじゃ見せられたら生きる気なくすわ。ない。だって本当はセイコと結婚す るは直ず後で、窓が、悲ああ！しそうだせわしのないびで太す。が だって、本当はジャイ子と喧嘩するはずで、その子孫が、ああ、セワシはじゃあいなくなるの？別、平行世界的なこと？嫁が二人いるんだけ殺伐人間になるぞ。それは言っちゃダメ。ど。そうだよね。セワシは、ジャイ子と幸結婚したせっ未て来何からだっ来てるんて？だよね。じゃあ、静香と結婚したらなんかふわっとなるね。写真からどんどん消えていく。ずっと踏みたく消えてくんだろうか。ははは、バッ俺クをトゥー踏みじゃん。込んだのがセワシだからタイムパラドックスになっちゃう。ポンああ。酢醤油があるうちさ、タイムドパラえラドッもんクス。も、のび太デイコがとジャ結イ子婚とした結未婚来しがた早未く来来からて来ほてしんいだんよだよね。な。別にのあび太とれ？誰があればいいんじゃないやの。ばいね。幸せって何気づいなて、の。俺気づ人かな生かっと別たわ。の道がどうのセこうワシのっいなてくいうなるじゃん。か、でも後の設定でそもそも静香ちゃんと結婚してることになったよね。そうあなれ？の？すげえご都合主義じゃん。石油ストーブ焚いてるけど。いや、このゲームはちょっと俺どうしよう、これ。
いつか静香ちゃんの風呂に行こうと思ってんだけど、難しいんだよこれ。嘘ついてたきつけたってこと。嘘。ロンドベルさんいらっしゃい。なんか怒ってるんだよ。わら。なんかよくわかんないよね。ちょっと飛ばしていくよ。僕は誰と結婚できるの。はい。知らねえわ。新幹線で行っても歩いて行っても最後は一緒だって言ってて、あれは違うの。新幹線で行っても歩いて行っても最後は一緒だって。一応原作の最初と同じだけど、行っててあれは違うの。わかりづらいな。いやー、所長さんの駅前わら、伸びたの遺伝子がすんごく濃いんだよ。ここでドラえもんが行動しないとせわしの生まれない世界になっちゃうから頑張れってことかって解釈してる。あー、セワシは静香ちゃんと結婚した未来から来たけど、なんかその未来が危ういみたいな、そういうこと。まさか。うわ、やばい。のび太が大変なことになってる。え？死ぬの？何？ああ、ネズミか。なんか、ちょっと待って、ドリキャス出てたね、今。右上の方にドリキャスがあったよ。4月？おい、2ヶ月ぶっ飛んだぞ。消し飛んだ。うわ、来た。どうやって、あ、来た来た。ドラえもんアイ。うわ、すげえよくできてる。これな、ドラえもんゲーだね。うわ、すげえ。ここなんだ、ここ。おおおおお。寝れる寝れる。ドラえもん GTA。これ、のび太の向かいの部屋とか見れるよ、これ。さっ。よくできてる。よくできてるよ、これ。向かいの部屋が何なのか、これ。何もない。死んだ弟の部屋だから、これ。え？のび太育成計画。いや、なんだろうね。襖を開ける音が完璧じゃないか。窓ついてるけど、ここは真っ正面に。死んだ弟いるの。死んだ弟。無音だったら怖いな。死んだ。ブトン、グランドセフトの舞踊。の舞踊じゃねえ。いや、軍の弟いない。弟は多分いない。わこ、何このホラーゲー。何その設定。うわ、風呂ここだったんだ。トイレは？あ、え、トイレは？伸びハザー？伸びハザード。伸びたハザード。渡るさんいらっしゃい。間取り全然違ってたらがっかりするけど、そこはちゃんとできてそうだね。いや、だってここにちゃんと応接間があるぜ。この客が、たまに来る客が入るところ。一回ある。わー、すげー、応接間だ。今応接間ってあんの？応接間って言ってピンとこのやついるんだろうな。昔うちにね、応接間にだけクーラーがあって、超欲しくなってきた。こんな部屋あったっけ。あるある、たまに。じゃあのびくん大きくなったからお小遣いをやろうってたまにくれるよ、こういうとこで。ここ知らない、応接間。最近出てこないのかな。昔のドラえもんはたまに応接間出たよね。昔の大学の先輩とか来るんだよ。あの、ごめん。のび太のお父さんの大学の先輩とか来るんだ。あと親戚のおっちゃんとかさ。ここのうちのパパって仕事何してんだろ。何してんだし、なんたら障子とかじゃない。海山障子じゃない。それは、関節、応接間。アニメで見たことほぼないな、多分。動物ビスケットの時はチャブ台で応対してたな。ああ、なるほど。にフルボリゴン。あのね、昔うちは応接もあった。今はでも必要ないよな、多分な。リビングだよね。リビングじゃないけど。最近のリビングの横とかこれ間取り変わってるややこしさ。ダメだ。なんか向こうにビル見えんの。昔応接間にね、うちだからあのエアコンっていうかクーラーがあって。背景撮りでキャラは昭和50年代に。それがまたすげえエアコンだったんだよね。井戸水で空気をね、冷やす。テレビってなんであんな設定変わるの？テレビの設定？どうなんだろうね。3つぐらい設定あるんじゃないの？てか、ドラえもんの目線。え？あれ、なんかこっちもっとでかいタンスなかった？それはお母さんがたまにいる部屋か。お母さんいないのかな？タバコクエスト。冷風機みたいな感じかな？そう！だけどすげえ湿気るの。涼しくなるんだけどめちゃ湿気る部屋。いない。あ、この部屋だ、俺が。バイオと逆のやり方か。テレビ局の移行。ママテレビ直すのうまいよね。そうなの？斜め45度から。ちょっと。あ！タマコがいた。おばあちゃんがいた部屋だ。あ、ばあちゃんがいた部屋なんだね。うわ、怖いんだけど。めちゃめちゃ笑ってんだけど。なんだよ、これ。のび太そっくりやん。すっごいな、これ。どの角度からいても見られる。これ平行、おお、ちょ、早い早い、伸びたじゃねえ、ドラえもん早い。ここのママうちのおかんそっくりなんだ。そうなの？メガネ取ったら超美人。ひどい家だな。意外と広いよね。ただ平屋じゃないから、伸びたんち、伸びたじゃ、カツオんちよりは。うわぁ！赤いところで A、青いところで B。
やべ、来たこれ。足が楽しい。きっと今まだな。もっとすげえ道具持ってんのになんでこんなことさせんだろうな。部屋全部広くて庭付きでめっちゃいいじゃねえか。そうだよね。あれでも場所あるんだよね。舞台になった場所っていうか。でもカツオンチはトイレ3つくらいある説があるから負けてない気が。マジで。トントン。うち4つあるから勝った。白の2トン。トイレ3つ。わらわら。なんだっけそれ。え、でもトイレっていつも一箇所じゃねえ、廊下の突き当たりじゃねえの。最近のブヨ怖い駅ばっかやってるから何か悪さする。嘘。弾丸論破以外になんなの。低周波治療器って出せばいいのに。本当だよ。ママが口閉じてる。なんか未来だったらもっとあるよね。だと思った。しかもドラえもんいるなんて有用物件だな。本当だよ。日野の2トン。日野の2トン。おい、何この出来の悪いエロゲみたいな。エロゲってこんな感じなの。嘘でしょ。世田谷の一軒家で設定、ああ。世田谷。ほっぺたに手当ててんだ、面白い。練馬区、ああ、練馬区か。ああ、なるほどね。ドンブトさん、ツイングさんいらっしゃる。これ何目線なんだ。セーブスか。うん。おー、世田谷区は、カツオンチだ。なんか字がやばいんだって、この感じ。またかよ。これ足どうなってんのこれ。ケツになんか白いの出てんの。何か怖いな。いや、このゲームやばいよ。未来からいくらかもらってるよね。いや、どうなんだ。デパートでいっぱい買ってはいるけど。油かな？わら。油にしちゃなんか変なとこにあるんだよ。いろいろ。植えてみよう。上、ああ、ドラえもんのレイヤー消えた。レイヤーっていうか。そう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 、聞いた聞いた。ああ、ちょっとこれ上みたいに。あ、結構持ってるで。全部のび太の出世払いになってたりして。うわ、嫌だそれ。ドラえもんに膝あったんですね。俺も膝あるよ。正座することができる。妹が小遣いあげてるシーンあったな。何に？誰が？誰の妹？試作品とか提供してもらってる。あ、そうなの。漫画に誰の妹。あ、妹っての、あれか、ドラミか。おい、なん、窓つけろ。こっちに窓ついてんのに向こうついてないんだ。この曲がちゃんとしてたらな。ドラミがドラえもんにか。あ、こっちがトイレか。明かり窓あったのか。あったんだよね。なんか普通のトイレだな。トイレはできません。だから右上なんとかしろよ。右上はどういう気持ちで出てんだ。ずっと僕は半券の関係でしょうかね。そういやチビ、はい、昭和の時代に様式ってのもなかなかすごいね。うん、ドラえもんってさらっとひどい。おお、いや違う、タバコ吸ってっけど。親父の肩も叩こうか。じゃあ穴の予備ペーパーの生活感よね。いっぱいあったね。え、なんだって？890回。握手に行くとか言ってたって。ここもパパ優しいよね。いやー、でもたまにすげー怒るんだよね、これ。で、あと酔っ払って帰ってきたりとか。てか時代を感じ、あれ？のび団地こんな電話だった？なんか外見える。トイレットペーパー切れたから公園に取りに行かないかな。なんだよ、それ。まあ、税金だからあれは。もらう権利があるのかな。どうなの？ミニドラ、チビドラ、ミニドラだっけ？そう、キテレツのパパ、肩叩き？え？どうやって行くんだろう、これ。いや、待て。このゲームはそんなに自由に行けなかった気がするな。お母さんに許可をもらう。最近の映画には見かけない。うん。あれ、別でやるよね。同時上映みたいな。ドラえもんズ。牧場を作る話が好き。何それ。ドラえもんズ、小声。ドラえもんズ。笑。足早いん。今の早歩きしてたから。猫なのに壁登れないよ。柿の木の話好き。何？ね、この位置に片付ける。ドラえもんズも出てこなくなったな。うわ、なんだこれ。これずっとあの字が出ててほしい。うわ、なんだこのフロッガー。え、これどこだっけ。足押せ。どんだけ好かれてんだよ、お前。入った。ほんとかな、これ合ってんのかな。これどこ、ここかな、合ってんのかな。たまたま
最近ドラえもん済みたけど、うん、今だと声優かなり豪華だったのね。あり得る。子供芸が難しすぎるわら。なんでこんなネズミがいるんだこの家は。すごいネズミが出る。赤いネズミ。やべ、シャア専用来た。うわぁ、ちょっとちょ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 、うわぁ。怖いよわら。やばいやばいよ、早い。諦めたのはスネ夫の髪型のせいっていう疑惑。あ、でもあれです、ちゃんと立体化されたよね。赤い彗星。赤い彗星来たよ。子供がドリキャスなんて持ってるわけない。本当だよ、何を他にやるんだよな。キリキリ言ってるけど。箸どこだよ。ああ。罰だって。バイオといいドラえもんといい。お赤くすればいいもんじゃない。ドラえきゲッツ。リーゼントっぽくサンディ化されてなかったっけスネオ。されてたね。で立体化してたなスネオ。64のドラえもんはサンディだった。そういえば一気も足の速い忍者は赤かったな。赤かったっけ。びっくりした。終わりかと思っちゃった。見てる。てか時間超かかんなこれ。右上なんだよだから。これのび太に変われるキャラチェンできる。ないね。なんつった？これドラヤキゲーすごいね、もうやめたくなる、やめたくなるがやめられない。のび太がだから公園にいるって言ったのは出てこないんだよ。てかのび太がいないんだよずっと。どうすればいいんだ。なあ、確か庭に出ると何かできたっけ。なんで発売したのか知らねえ。それはそれはわからない。どのゲームもなんで発売したかまではわからない。ポケモンですらわかんないわ。ポケモンもともと任天堂から出る予定なかったし。ドラえもんに乗り移って遊び回るゲーみたいだ。ピコのノウハウが投入されてんのか。どうなんだろうか。メーカーセガじゃない？セガトイズだねこれ。てか右上すげえ気になる。あ、あった。どうってここだった。やべ。源家行こう。いた。なんか初代バイオ感ある。うん、わかる。初代は普通のゲームやらないの。やるよ。やるけども。やるけど、うわーいるんだけど、お前風呂にいろよ。一日5回入る説があるから。客が来るたびに風呂に入る。あれ？おい、それだけかい。どこでもドラ。のび太さんなら先に行った。源家。やばい、バンされるぞ。ほんとだ。水道代かさむね。ピコは今見るとべったりした色使いがもろに目立つ。ガス代やばいな。どこでもどうでガス代、ガス代やばい。空き地行っちゃうといるのか。まさに今フェイタリティされてるところなんじゃない。ジャイアン、なんか面倒なゲームだねえ。移動が面倒。おお、やったー。しずちゃんは泡姫なの。泡姫、泡姫。雷さん家横にあるのか。塀が高いな。わこつ、しずかちゃんの家にどこでもドア使うと大体入浴中の。そうそうそう、行くよね、わら。で、ごめんって言いながら指の間から見るとか、そういうやつでしょ。何この道。なんでこの空き地ちょっと一段低いの。塀が意外に高くて。そうなのよ。うおお、すげえ。スタンランナーみたいな。予備の土管は何なの。ねえ、お母さんもいないことになってんだよ、じゃあ。偶然揃った確信犯。うん。こんなところで野球やったら今なら大丈夫ですよね。ほんとだよね。うわぁ、ダメだ。こいつ、風呂に入ってる様子がない。ドラえもん目線だから高く見えるだけじゃない。そうだと思った。土管が置いてある空き地なんて雑貨屋。ないよな。いや、昔あったんだって。聞いたら、昔はやっぱりあったらしいよ。資材置き場だからそういうのがあったとかじゃなくて。そもそも土管を見たことがない。そうそうそう。いや、俺ね、俺の世代は多少あった。一個あった。あれ、わざと置くらしいよ。自販機？自販機あんの？てか、右上がすごい気になるんだって。右上で見てるやつすっげえ腹立つ。129CM やから結構リアリティあるな。ああ、なるほどね。小学校3年生ぐらい。ジャイアンって182センチぐらいあるらしい。小学生でジャイアントだな。巨人症なんだ。早死にする。練馬の光が丘に土管が置いてある公園があったような。小学生の時に土管付きの空き地あって友達をおおって喜んだ思い出。真壁と同じ。真壁とジャイアン一緒なのかよ。吉の漫画の土管。住んでんだよね。いたのび太はもう肉片になった後だ。昔はバカボンパパみたいな格好の人も結構いたらしいね。あ、マジで？外に？
あれだって、サルマタってなんだよ。え、なみた、さっき帰った、お前。綺麗なジャイアン。スネオットでかい。スネオでかいね。てか、スネオがでかいんだけど、これおかしいって、これ。これ、スネオがおかしい。これはおかしい。ジャイアンちっちゃくなってる。すごいかき割り感。かき割り感やばいよ。スネオがでかいんだよ。顔とかでかいんだもん。これはやばいね。何この感じ、スタンドみたいになってるけど。ちょっとこれむずいむずい、移動がむずいむずい。移動むずい移動むずい。スネオは180センチかな。いや顔がでかいもんから、おかしい。すげえ見てるんだよ。多分ね、なんか企んでる。俺がいなくなった時になんかを、この感じ、この感じ。ダメだこのゲーム。あーこれ怖い。怖い。これ曲がなんかちょっと怖い曲、不安になる曲だったらさ、あ、やればよかったね今ね。ちょっとこれ今度やってみるわ。コナンのあの、なんか疑わしい感じの曲、流しながらやったら絶対あいつら殺してるよね。キャラゲーにありがちの雑感笑。ドリキャスというよりセガサターン草がした。いやでもあんなに綺麗じゃないセガサターンは。でも夢があるゲームだったね。そうだね。まあドラえもんのあの世界に 3D で入りたいっていうね。ね、またやります。ナイトメアクリーチャーズの曲が似合いそう。マジか、どんな曲だったっけ。いやだからコナンのあの曲なんだろう。すごいな。てかもうちょっと遊びやすいゲームにすると思うけど、子供向けじゃないねこれね。うん、いや子供向けじゃないと思う。ね。もうちょっと喋ってくれたらね、最高だったね。文句のつけどころがないわ。ネジ太平。子供のこと考えてない。あ、これ見とこうか。子供のこと考えてない。考えてないね。そうそうそう。だって子供向けのゲームなんて、カニパンと、カニパンと楽器を山崎と、ドラえもんは知ってるけどゲームは知らなかった。実写綺麗。ドリキャスとかセガが出したやつってソフトセガしか出してない。ゲームは知らなかったか。ここだよ。うん、のび太の家散策できるのいいけど、うん、ファン向けよね。ファン向けだ、あんな、応接間なんか。喜ぶやつ。画質いいな。何このルーマニア。うん。ちょっと音量上げる。コフでジャイアン出してほしい。出たよ。マスネはでかいん。マジでできるよ。もうマージャンはいいよ。赤木。やるな兄ちゃん。やるわねお兄ちゃん。何が？結果でかい。やるなぁ。これが朝神か。イケメンだったちゃん後半で我慢してください。麻雀のなんかあったな。東海伝。あ、違う、それは違うか。じゃ、なんだっけ。テカテカ。テカテカ。テカテカ。これ、あえてテカテカにしてるからね。そこがセガのセンス。マネキンみたいなテカテカ。次枠もあります。お疲れ様です。はい、お疲れ様。オツでした。次枠も、まだ、ドリキャスやっていきます。じゃあ、ないって。これ見てる間にまた次のやつ実写始まっちゃうんじゃないのこれ。シャツ。あ、お昼の。ガサ入り。あ、オッケーオッケー。はい、次は。このゲームはでも本当に、2は遊びやすかったけど、1の方がなんかすごかったね。1の方が、自由度があるというか、難しいけどやりたいことはこっちなんだろうなっていう。2は2でよかったけどね。まあ、2は曲もいいし。まあ、1にはかなわないけど、じゃあ結局1じゃねえか。次枠です。はいはいはい。はい。スキップですよ。スキップ、あ、スタートでスキップか。僕だよ。はい、1個目さん、アシャさんいらっしゃい。ふぅー。ん？うん。来た。あ、来た。ってことはビリヤード。これは何ゲー？これは何ゲーなんだろう。何ゲーとも言いづらいゲームだ。引き続きよろしくです。はい、よろしく。こんにゃくさん、うごころさん、23ケロさん、8コメさんいらっしゃい。なんかちょっと違うよね。あの人じゃないよね。誰だっけ。わかんねえよ。もっと若いよね。これこの頃わかった。 GTO でいじめられっ子だったわその人は。
CM なんか見ちゃうねー。和骨です。見ちゃう。実写ムービーは2の方が好きだった。そうね、あれは俺あの出てる人が好きだから。ゲームのキャラに干渉するゲーム。いずれもいらっしゃい、まさに内政干渉。小栗旬。小栗旬、あーそう似てた。なんかでも全然この年代にあの 年齢なわけないから。スペース3年後みたいなグラあ、いいね。いやこれはなんだろうな。あやしろさんいらっしゃい。空っぽ。いやいらなかな。所長の取り上げるゲームはインパクトあるけど買うのはちょっとってのが多いですねいやなんて言いやいいんだ。おまけメニュー見ててください。見てて分かんなかったら分からないゲームだと思う。残念ですがありません。なんだって何の音。誰か横の人が泣いてる。え、なんでこれ、あれ、え、これ一面、これ一面とかないんだっけ。別に始まりはその一つから。あれこれ違うのか。別にヘレナ、パソコンいじったら何か起きるみたいな。買ったらあかん、舐めたらあかん2月6日まで人生介入。え、これ何、なんでこんなにいっぱい見せてくれんの。そんなゲームだったっけこれ。20にして立つ。20歳にじゃないもんね。演劇舞台に立つっていう話だね。これ俺で失敗したんだよな。舐めてくれおばだろって何あれかこれいつがいいかな。朝のガサ入れ。あれガサ入れからやんの。いや、いらないいらない。あ、そっかそっか、行くか、やるか。何がなんだかわからないのは俺だけじゃないよね。うん、わか、そうだよ。リーマンと同じ匂いがする。おお、あのね、例えばこれかな、これかな。 CD か、違うな、こっちかな。俺もわかんない。ふぅ、スイッチオン。わこ、テレビのリモコンをつけると。借りたい時にすぐ借りられる。金子、24時間いつでもショッピング。金は金子です。これもっとズームできないのか。キャッシュローンは金子。桃田さん、ウィングさんいらっしゃい終わった。セガの機嫌は世界一。例えば一人暮らしの男の部屋のテレビを勝手につけておくと、主人公、そのアパートの住人はどういう反応するかみたいのを、まあ見るゲームなんだけど、その中でその人がこう、まあ人生の分岐点みたいなところにいる場合に、これそれをどっちに導くかみたいなねそういうこともできる。うん、そうそう、神様目線なゲームだね。そうだけ、そこだけ聞くとすごい楽しそうなんだけど、いや実際楽しいんだけど、ちょっと難しいっていうのはあるね。難しいのと、意外と普通なガチな話でよくできてんだよねなんかね、もっと奇抜な話かと思ったら、まあ2の方が派手っちゃ派手か。ただ2は2でまたさ、虐待受けてる子供をかくまってあげる話とかさ、なんかもうそんなんバカなんだよ。よくでき、え、時間これってトリガー、ガイストと紙一重ですね。そう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 、面白そうで、面白そうでしょ。でこう架空のセラニポージというアイドル、アイドルとか歌姫というか、なんとか虐待の子供とか見るのやだわ。あーでもね、ちょっといい話なんだよ。その虐待の子供がちょっと成長する話だったりとか、なんかね、結局なんだ、離婚して、両親が離婚して引っ越して行って、切ちょっと切ないなみたいな話だったりとか、自分はどうすることもできないけど、まあなんか、まあ、まあうまくいったのかなっていうかね、なんかまあまあいっかみたいな。ロボットの話好きだ。ロボット犬ね、もう気持ち悪い。で、で夜に、昼間にテレビをつけたから夜見に。主人公はどういう設定なの。主人公はね、学生だよね、まだこの時ね。2の時に社会人になってたけど一歩さんいらっしゃい。さあそれでは、ちくわ工場に。今日のゲストをご紹介しましょう。今日のゲストは変更。俳優のエビガシラ三太郎さんです。で、右上が主人公の。俺今プレイ中だよ。すごいですね、俺この矢印、面白い。主人公は同じ同じ同じ、ネジ太平という。来たよこれ。僕ね、バラエティとかそういうの。ネジもちくわ好きなんだったっけ。わーか、どうなんだろう。うわ、めっちゃやりたくなこれはプレステ2でも出てるけど、それ以外では出てないか。セラニポージのアルバム出てました。3つ持ってるけど、どんどん悪くなってくね。次から次、出た順に沿って悪くなっていくっていうね。まあ、中身違うからね、あれね。セラニポージといえども。で、例えば、冷蔵庫？
冷蔵庫をこう、今左が主人公の思考の順番、優先順位なんだけど、一応これ俺が冷蔵庫をずっとこうクリックしてると、なんかちょっとミルクを飲むという項目がこう上がってきたでしょ。電話？電話？あいつ電話？どうした？あとテレビを見たり消したりとか、そういうのもなんとなくこうね、俺が介入していける。電話って何だった？あ、電話ってあれか、留守電か。あ、チラシ、チラシ、チラシ来た。あの赤いやつがちょっと分岐というか、重要なイベントみたいな。広い部屋だよな。で、ミルク飲みちゃった俺が。これやりたいから取り消すか、お金。マジか。プレステ2でもいいけどね。2は、あ、1も、1はちょっとね、プレステ2版の1って出てるんだけど、訪れがちょっとあって、若干ね。で、これあんまりクリックしすぎるとイライラして逆に遠のいてっちゃったりするから、こうやってちょっとずつ連打して、来た。こんなゲームどこか作ってくんないかな。いやね、これね、ああ、始まるの。どうなんだろう、鼻かんだりすんじゃん。チラシおい、チラシおい、チラシおい。これ合ってるよね、演劇チラシ。金子また言ってる。もう無理？来た。演劇部ね。なんかドリキャスから PS2 は音が悪くなってたりっていうのが多いね。あの音源チップがちょっと良くないんだよね。で、今チラシを見たことによって、ちょっと一応ミッションが分岐が一つ進んだ。なんだって？ラジオ聞いてんの？ルーマニア203、203を数字で。どこ行った？どこ行った？トイレ行っちゃうの？トイレ行っちゃうの？これトイレ行った時に右上の主人公の動きが一応ね、トイレの中は見えないけど、あれ動きだけわかるから。Next up. ルーマニア203。ルーマニア、ね、ルームマニアみたいな。曲。でもこれ高いんじゃないっけ？高くはないんじゃない？一作目は。2は若干2000円台だったりとか。遊びやすい環境のやつからまずやってみたら。で、さっき最初に3つぐらい何か見せられたじゃん。パソコン見てたらなんか起こったって、いつメールが来てなんかそこがトラブルになったみたいな。で、それはパソコンルートの方、パソコンいっぱいクリックすればパソコンの方に話が進むんですよ。で、パソコンの、今これチラシ見たじゃん。どうするの？関係悪化もな、笑。ドリキャスは500円くらい、うん、PS2 は1000円。あー、プレステ2の、プレステ2版はでもね、あ、まだいた。ドリキャスソフトってやけに高かったり安かったり。あー、まあ物によるかもね。で、これね、このミッション、チラシを見せるミッションというか、この分岐は何月何日までに達成しなきゃダメとかいうのがある。郵便来てるかな？なんで郵便来てる？郵便？郵便が随分上がってきたね。ちょっと遅い、来た。郵便早く。多分これ。来た。チラシ、おい、チラシいっちゃった。両極端なのはわかる。ソニアド200円に対してボダソ5000円とか、住んでる人だよ、ね。ボダソって何？笑。水。水を飲むか。水の前にちょっとチラシにない。チラシって何やってんのこれ。おう。劇団のチラシか。水の前に、あーはあ、イライラしちゃった。イライラ、あー、あ、来てる？いた？オッケー。これなんだろう？これ劇団のやつかな？面白いかも。え？いいのこれで。いいのかな？あ、これはまだ先なのかな？喋るんだ、笑。ボソボソ、一人暮らしでボソボソ、一人ごと言う感じで喋る。外行ったぞ、おい。タバコか？あ、タバコか。外を見る。外を見る、ちょっと待って。早く移動できない。あ、いや、見えない。見えない。見えない。ボソボソ喋るのがいいんだよな。そう。冬か。カードまたぐけど、なんか桜1はドリキャスの方が高いイメージあるな。おー。プレステ2の桜大戦はやったんだけど、ひどかったね。余計なことを入れすぎなのよ。
あ、ベッドじゃない、ベッドじゃない。俺らも誰かに操作されてる。チラシ、これ雑誌は関係ないのかな、まだ。で、このゲームは、まあ言ったら、ずっとパソコンクリックされてるんやで。そうか、カンコメのイベントクリアできないのもそのせいか。例えば、テレビをこうやってクリックするじゃない？で、さっきテレビ出てたじゃん、なんか。映像が。ここでしか見れない連続ドラマとかもあるのよ。醤油工場の女って1だっけ？ 2 だっけ？ダナミは絶対ゲッシュクリックされたテレビつかない。テレビを見るからダメだ。だから一応な、CM とかさ、なんか独特な地方、なんかローカル CM みたいなの見れたりとか。プレステ2版だとそれがコレクションできるんだっけ？なんか見た番組をコレクションするみたいな。画質は悪いんだけどね、なんかよくできてるやつもある。なんかメロドラマっぽいのだっけ？そう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 、昼ドラみたいなやつ。こんなもんやろ。ルーマニア203。これは、2の方が遊びやすいけど、1の方がどっちかというと自由度が高い印象がある。選べなかったのもそのせいだったのか。何の話だ。まともなゲームをやりたいけど、ちょっとまともなやつやんなくていいわ。後にしよう。それは後にしよう。ちょっと俺試したいゲームがあって。なんか俺、すごいつまんなかったなって印象があったんで、もう一回やりたい。発売当時はまあグラフィックは良かったけど、やっぱりなんかセガサタン版の方が出来良かったな、みたいな。首都高、どうなんだろうね。出来悪くはないような気がするな。でもなんか操作感覚があんま好きじゃない。なんかすごいグラフィックもでもあんま綺麗じゃなかった。違うわ。はい、来た。なんでびっくりしてんの？セガラリー。うん。セガラリー2。お。これのね、出来が非常に悪かった。でかいよ。でかいよ。びっくりしたわ。で、出来が悪かった記憶があるんだけど、よくわかんない。なんかね、違うんだよね。あんまりね、完成度自体が高くない感じがした。これつまんなかった。やっぱり？ちょっと、サターンで乗ってたやつやろう。これか。割と楽しく遊んだけどな、わら。そうなのよ、だからね。いや、だからそれをちょっとちゃんとね、もう一回再認識したいなと思って。これが最新のゲームだったからっていうのはあったと思うんだよね、当時。でも俺は当時からやっぱサターン版より出来悪いなと思ってたんだよね。デートナと開発してるところが違うんだっけ？どうなの？これしかないんだ。あ、フレーム数が低いのかな、これ。とりあえず。だから不安定だね。60一瞬出るんだけど、一瞬60フレーム出るけど、いや基本的には60フレーム安定じゃないんだ。でもやっぱあれだ、開発期間がちょっと短かった。あ、そう。やっぱり出来は悪いのはこれ仕方ないな。なんか不安定。フレームレート不安定。つまんなかないけど。結構荒いのね。うん、なんかでも本当に荒いレースゲーとかと比べるとまだいいと思う。ただ、あ、悪くないな、意外と。取り消すのロンチに合わせて無理に出そうとするから、それはすごかったと思う。そういう感じがあった。やっぱ若干走ってる感は薄いかな。サターン版の方がなんか走ってる感あった。やっぱフレーム数の安定がないね。急に真面目な感じになっちゃったな、これ。でも走っててゲーセンでは出せないレベル、あのね、ゲーセンのセガラリー1よりは全然できるよ。うん、ゲーセンでこれだとちょっとなんかネオジオ64って感じだな。なんかあれの方がまだ安定してる。あれ？あれ？俺ずっと一足で走ってた、まさか。そんなバカな、走りやすいわけだ。早っ。しかもなんか60フレーム出やすくなってきた。一面より。なんだこの安定感。あー、ダメだ。何かが、なんだ、矢印が出た途端に落ちんのか、これ。まさか。あ、これで上げ下げか、OK。
4まで、ね、あれさっきオートマじゃなかった、俺オートマでやらなかった、あら、いや2じゃダメなのか、2じゃダメだ、 NEC 何の話だ、 NEC はどうした、ダメだダメだ、滑る滑る、あーダメだな、やっぱダメだな、これだったらマジでコリンさんの方がいいよ、でもなんかあれだね、1作目と同じコースだね、 CE 積む意味が分かんなかった、なんだろうね、うーん、思ってたよりはマシだったけど、そういう感じ、思ってたよりマシな感じ、プレイ詐欺はどのあのゲームのこと言ってるの、ラリークロス、ラリークロスはサスペンションがちょっと効きすぎなんだ、 Windows ベースのおかげでっていうか、サスペンションが柔らかいんだ、これなんだこれ、あれなんか随分ビニールがでかいな、開発し、あ、開発のあれか、開発のやりやすさかさあふわふわだよね。笑ってもそこが良い。あれはね、本当あのゲームでしか味わえないあのふわふわ感。しかもあのサスペンションがなんか気持ちいい。ただちょっと制御不能になる。マジで箱でもドリキャスソフト走るようにしたらよかったのにね。あー、なんかそんな話があったんでしょ。あれはセガからの提案かなんかなのかな。だったらドリキャスにでサターンのソフト動くようにしてほしかった。VGA でつなげだったわ。デートナの後だと物足りないんだよー。うーん、うん。おお、画面明るいな。嫌に画面が明るい。大川会長。大川会長でしたの。ドムさんいらっしゃい。やばい。ドリキャスになる予定もあったとかなかったとか。ああ、なるほどね。日本ではその方が売れたかもしれないけど、世界的にはどうなんだろうね。ドリキャスでもこれ出てたのね。出てるよ。なんか色が浅黒いんだけど。アニメの出来が悪いんだ。出来が悪いというか、なんか違う。なんかすごく圧倒的に違う。マイクロソフトがセガ買収なんて噂もあったしな。へぇー。そっか。ただの喧嘩みたいな。なんでだよ。おっぱいから来た、な、何か、あ、でかい、まあおかしかった、ソニック CD の方がはるかに出来がいい、ソニック CD かけられた、そんな顔、嘘、ドリキャスは突然壊れるからな。もううちも 2個ぐらい壊れたと思うけど。ロードできませんでしたって言われて。なんかすげえ殺風景だ。これさ、わかりづらいんだよね。中身が実はキングオブファイターズ98だっていう。懐かしい。大懐かしい。いやでもこれできんだよ。背景がポリゴンで、っていうやつだよね。走りだよね、多分ね。タイトル1999だもんな。そうそうそう。ザ・キング・オブ・ファイターズ・ドリーム・マッチ1999だから。じゃあ俺も懐かしいってなんだ。デスバーン。裏キャラ禁止か。デスバーンド。さっさと来やがれ。レディー、ゴー。ちょっと待って、ボタン配置。ちょい。ボタン配置。レスバッパー。この声が聞いて。わかる。ダメだ、ああった、あ、できないできないできない、で、で、で、入った、おい、声が抜けてるね、ちょっと待ってね、あ、これか、あ、無理だ、パッドでこれ厳しいな、これパッド厳しいな、仲間の援護あるよ、あると思う、あ、無理無理無理、うわ、これ上に弱いんだ、上のやつ取るやつじゃん、こればっか、いや、そうなのそうなの、これなんか意外といいんだよ、で、これね、なんかね、すごく質のた
なんだろう。あぶねわら。98のいい感じのゲームこれ。これでラウンド間も BGM 続けばさらに良かった。ああ止まっちゃうね。なんだろう。BGM 一緒あこれか。そうか。キャラ変換ってなんだ。キャラチェンジないんだよ。死んだぞ。回ってたのに。ヘビーディグル。あでも読み込み早い。あーラッキー。レディーゴー。98は超えられない。最高さに。そうね。おあったそんな。ノリみたいな声。いいね、確かに確かに。所長さん、ゴフはどの年代が一番好きなの？94。俺にとっては94がやっぱりちょっと至高なんだよ。なんかスピードゲームスピード遅いのかなこれなんか。なんかすごいゆっくりしてるの。あれ、なんで当たったん？所長何歳？38。38だから94の時は高校生ですね。で一番やったんだよな。あいや高校生じゃない。あればネオジオいらない。14個目さんは当時を知らないからそんなこと言うんだよ。94で前を初めて見た時の衝撃たらなかった、ね。ああすごかったもんね。揺れ曲がってたもんね。ノーデスバウンド詐欺。98と2000ニュームはしょっちゅういるのに94はあんまり見かけない気がする。94に関してはプレステ2でも移植遅かったしね。完全移植系。おうネオジオ CD 安くていいじゃんとか言い出しそう。ネオジオいやまあなうわん必殺技で倒して服脱がせてたな。94でとか出てなかったっけ。出てる出てる。だからそれが出んのがめちゃ遅かった。だから94の移植ってねすげえ遅かったんだよね。多分 Wii のバーチャルコンソールが一番最初なのかな。初めてやったコフは98だったね。マジか。ずいぶん後だよね。でもそれもね2000年以降でしょ。あった。よしちょっと待って。あーここになくんな。うわいってパガ早い早い。おいおいこんな曲なの。極上はがっかり。嘘でしょ嘘でしょ。最高だったねあれ。よっしゃ嘘。ネオジオ CD は格闘やんなきゃいいマシンなんだよな。そうわら。ほんとそう。4年前に移植されたら一気に挑んだのに94移植されたな。わら。うん。その上じゃないのにこの曲は違和感だね。ほんとだよ。ていうかマジでこれ当たんね。あほめ。あー届かない。届かない。プレステ1のウィキにネオジオ CD に比べて読み込みはやいとか書かれてて、ソラーレにひどやくそはええよと突っ込んだ記憶が。ネオジオ CD とか、あ、これ曲全部、今なんか音全部があれだったんだね。なんか、なんだ？ガロー 2？ ガロスペ？なってたね。変な背景の音っていうか、ジョイジョイキット。いやだからさ、シューティングとかは全然いいんだよ。問題は格ゲーという、バカなジャンルだよ。あの極端なジャンル。ラストリああ回ってくるもん。こんな遅かったっけ。なんか遅いよねこれね。俺も思った。なんか嫌にまったりしてんだよ。あれあまあコマンド間違えた。いや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 。安全最強時代あったよね。あった。ガロースプくらいの容量までだったらプレステ感覚くらいでいけんだけどね。ガロスペぐらい。ああまあそうかもね。あんまりアニメーション細かくないしね。間違えた。うわえはいってか出しまくれる。あれダメだもん。パッとで遊ぶもんじゃない。止まるのやだなって記憶が蘇ってきたわ。コツです。うんね、なんか止まんなくてもできそうだけどね。ネオジオ CD はアレンジ BGM って意外とサントラとして出てないのは気のせい。あ、気のせいじゃないんじゃね。そういや、ガーンで何かありましたね。あ、あったね。94が良かった。94は基本的に俺なんかちょっと好きすぎてさ。あーどうしよう、格ゲーでいこうかな。だったらパッと出せっていう話がちょっと。速訴ってすごいよね。パッドじゃない。99エゴからは BGM。 いやあれは違うのよ。なんか警告っていうか出してたんだよ。ちょっと誠意を見せろよって言ったのに何にも完全無視して。 A コムだっけ94は。 A コム。いやもうアイレムというかメタルスラッグ作ってた人でしょ。 CD のカットカチカチ言わすのクッソ好き。笑う。
言いたいけどやめときます。まるまる来る？いや来るよ多分。でもちょっとあんまり毎回一緒すぎてもね。まあ机になんぞいたいね。でも今日はちょっと久々にまともなあの普通いつも通りのラインナップをちょっとやりたいなっていうのが。1年くらい SNK から連絡してなかったっけか。うん、っていうかなんか SNK が無視され続けて、もうじゃあもういいよってなったんですよ、あれ。あれ悪いのは SNK じゃないからね。ダブルインパクト？機械を送るかと思ったけど違った。正直ドラマ機械を好きじゃないんだ。こんな世の中世。まあ、スケインなんぞ痛い目見ればいい。そうだね。ポイズン率。ポイズンまだ来たか。若干これ、てかこいつマジ出てこねえもんな。アレックス？あ、ボイズンダンケス。うん。曲が最悪ってこと？あはは、ちょっと待って、俺が動かしてるのかと思ったら全然違った。確か見てみろ。確か見てみろはもうリアルタイムで見た人がここにいっぱいいるからな。あの人の、あの漫画が好きだったんだけどな。買いましたよ。うん。今なら許せるわ、俺。正直言って。わ、ダットリーってこんな時がいるんだ。少なくない？少ないね。中飛だ。ちょっと、竜使って。新。ハードゲーム2回。アレックス。ねえ、なんかでも主人公のオーラ全く出さずに来ちゃったから。今やると面白いんだよ、なんかね。昔なんかニュートラルにしなきゃダメっていうのは、あれは腕がやっぱり、ね。プレイヤーの腕が低かったっていうかさ。え、当たった？エンジンのガロスペすげえよな。わら、うん、から技ぶりか。わら。竜子とかもすごかったね。画面の拡大縮小を再現したからね。PC エンジンで。立つ角に出てなかった。無理だったか。あれく。出てたな。っていうかね、違う、あの人変なとこ出てんだよ。変なとこにはちゃんと出てんのよ。変なとこって変だけど。てか茶色い竜やだんだけど。梅が間違えて使うやつ。あれは。背景がストゼロみたいだな、これ。なんかしんねえけど。入った。早っ。格ゲーに近づけなかった。モータルコンボ。ゴキミス。カプジャムとカムは出てる。モータルコンボと、あ、どう、セガス、え、ドリキャスには日本で、モーコンは正式には出てないけど、持ってます。僕は持ってます。ドラえもんオープニング主題歌のリズムでブロッキング、嘘。見せて。めんどくさいので嫌です。なんでめんどくさいかっていうと、あのミル CD 対応のドリキャスがどこに行ったか分かんなくて、あれがないと海外版ができない。確かだよね、ミル CD 対応じゃなきゃダメだよね。確かあのね、モータルコンバットゴールデンっていうのがあって、そうなの、ところからなんで、今日本当はね、新品未開封のあの海外でしか出てないシューティングとかやろうと思ったんだけど、今日は開けようと思ったんだけどさ、バグだらけ。なんか新勝利普通に、嘘でしょ、終わりなの。この時の竜ってどんな技なんだと。てかこんなにゲームスピード速かったっけ。あ、これブロッキング、そうか、ブロッキングってもうあるのか。ブロッキングの存在忘れてた。ドラえもんのオープニングってなんだ？オツでした。所長さんと格ゲーしたい。はい。ちょっと待ってね。プレステ2ならできる。あとスチーム。こういう絵って、あったわ。あったわ。ヒュー、うわ、少ない。俺も。次枠です。次枠は、できない。次枠は格ゲー対戦はできないけど。背景すげえな。